日満産業大博覧会は、1936年4月15日から6月8日までの55日間、富山県富山市で開催された、博覧会である。富山市の神通、川灰川埋め立て地で開催された。略称は、日満博。1933年5月9日、富山商工会議所会頭の金岡又左衛門が、 富山市を中心に博覧会を開設することに関する意見書を富山県知事に提出。開催地については富山市と高岡市が対立したが次回開催地を高岡市とすることで富山市主催の日満産業大博覧会の開催が決定した。開催の背景には第一次世界大戦の勝利による国内商工業の発展とそれに伴い全国的に 博覧会開催の機運が盛り上がったこと、特に1932年に金沢市で開催された産業と観光の大博覧会が刺激になったとされる。当初は1935年8月開催予定であったが、1934年7月の大水害もあり、1936年4月15日開催に延期された。博覧会の会場は、 神通川の直流化によって生じた神通、川廃川寺である。神通、川廃川寺の処分は、明治末からの課題であったが、博覧会会場建設を契機とし、富山県庁や日本放送協会富山、放送局、富山電気ビルディングなどが建設された。展示館は、本館、日満記念館、観光館、電気と工業館、売約振興館、 富山県館など18の直営館と16の特設館があったとされる。出品数は19万点以上であった。1936年6月8日までの55日間。入場者は913,030人を数えた。入場料は大人35銭、12歳、未満15銭、現役菓し完平30銭だった。博覧会に合わせて、 富山市駅道の市内循環線が開通した。ありがとうございます。